こっちは出口じゃないが。こっちも違っとった。どこも閉まってたな。私たちは閉じ込められていた。全員に共通しているのは過去の記憶が大幅に消えているということだ。みんなどこから記憶がないなっとる？高校でサッカー部のキャプテンに告白されたことまでは覚えとる。それ自慢じゃろ。高校の時因数分解してで x=√b の3乗−543枚と。多分答え間違うとるで。それ高校の部活で怪我して膝に爆弾抱えちまったのまでは覚えてら。武藤か。高校でククバしよって 4×6 が22っていうとこまで覚えとるったいね。確実に間違っとる。この会話から数時間後、みんなが憔悴しきった頃。ナヌさ、ここして喋ればいいんでしょ。押してっちゃ。押してっけども声聞こえてんのかね。ん？そっち違うボタンなの？何のボタンじゃ？亀田光輝がシャーっていうボタン？なんでそんなボタンここにつけてんのかね。遅い。何時間待たしとんじゃ。ごめんごめん。スーパーで特売やっててさ、並んでたらこんな時間になっちまって。そんなことどうでもいいんだっぺ。千人整列。何やってんだ。あちゃん、あの時は味噌汁やめてけろ。しょうがねえべ。父ちゃんは朝米くんだから。で、あんたさ、あんたたちの母ちゃんじゃねえんだからね。ばあちゃん、パニックは合わねえよ。ばあちゃんでもね。それより、全員記憶がにゃんだけど。わ、思い出した。私ジェイソン・ボーンだい。違うじゃん。じゃったらうちら何者なんじゃん。あんだら自分の言葉でわかんねえのすかや。